飛ばない人の共通点というのがございます。それを少し説明したいなと思います。先ほどアドレスを自然体に構えましょう。グリップと脇さえ気にしたらあとは自然に構えましょう。で、一番飛ばない人のパターン、低いすごく低く構える人。低く構えるっていうことはクラブの軌道は横になります。しかもすごく低い位置にクラブはあります。ちょっと見てください。例えばこうしっかり腰を落として上げた場合のクラブの位置はこの辺りです。次、大きく構えた時のクラブの位置、ここです。ヘッドの高さが全く違うのが分かると思うんですけど、できるだけ物は高いところから落ちてくる方が早いです。低いところから落としても速度は出ません。イコール飛距離にもつながりません。一つ、先ほどあの原理の時に少し話はしたんですけど、こういう振り子運動の中で自己動作を最後までする人と上がりきる前に下ろす人は遅いって言いましたけど、もう一つあります。これはダウンスイングの初期動作ですね。まあ、こう振り下ろすときに、はい、次もう一度、次瞬間だけグッと一気に引っ張ってください。おー、わかります。